北海道エトロフ郡の一エトロフ郡は、北海道根室振興局の郡、以下の一村を含む、当該地域の領有権に関する詳細は、千島列島及び北方領土問題の項目を参照のこと。エトロフ島西南端に位置し、東デブリ別郡に接していた。中心集落は内保地区で、他にいる里節、カムイコタンには、 捕鯨場や製紙工場が建設され人口が増えたが、漁村ばかりのタンコンム村は11世帯60人と、さびれている。人口は、その後、合併により、面積が拡大して、エトロフ島最多を数えた後、他軍とは違い増加傾向を保っている。江戸時代中期、エトロフ軍行きは法歴4年正規藩によって開かれた。 国知り場所に属し、エゾの人々と交易が行われるようになった。天明6年と完成3年には、モガミ徳内が、エトロフ島とウルップ島を探検、徳内が初めて、エトロフ島に渡った先は、軍内のタンコンモエと見られる。完成10年には、近藤十三が、モガミ徳内を案内役として訪れたタンコンモエの丘に、 大日本恵みトロフのと記した目標を立てている。完成12年には、国知り場所から分立した、エトロフ場所に属した。完成12年の人口は、ママイ号と東岸合わせて200人ほどとなっている。江戸時代後期、エトロフ軍域は、東エゾ地に属していた。完成11年、幕府は、ロシア帝国を警戒し、エトロフ場所を分立して、天領として、 南部藩と津軽藩に敬語を命じた。文化4年7月の露イ会社による襲撃事件後の文政4年に、正木藩領に服したが、安政2年再び天領とされ、同6年の六藩分領以降、エトロフ軍機は仙台藩領となっていた。母親戦争終結直後の1869年、大法律領の国軍里政を踏襲して、エトロフ軍が置かれた。 北海道二級町村制施行前、北海道二級町村制施行後国勢調査の結果のうち、対象14年昭和10年のデータは、昭和10年の国勢調査報告より、ありがとうございます。